とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイフラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備、使っていこうと思います。これミステリーアーマーです。もらいました。ありがとうございます。近接武器のダメージが 30% 上がって、武器ダメージを 20% 上昇させるオーラですね。まあ、移動速度 10% はダウン。これは目をつぶってください。合計で 50% 攻撃力が上がります。これはね、だいぶ使えるんじゃないかなと思います。無謀と、まあまあ、30% ぐらいはね、攻撃力が変わるんだけども、そうだとしても、かなり攻撃力を上げることができるので、使いやすいんではないでしょうか。こんな感じよ。必ず1000万以上ぐらいが出るので、これはいいと思う。で、エンチャントですけども、ポーションバリア、そしてクールダウン。で、ここをライフブーストを入れて、まあ、死ぬにつれて HP を増やしていけば問題ないのかなと思います。では、行きましょう。それでは行きます。デイリー3だけども、ここは結構いけそうかな。モブ速度が 50% 増加して、100% がゾンビに変わる。で、プレイヤーは衝撃波を持ってるっていうやつですね。まあ、特に問題なくいけるんじゃないですか。いきましょう。常時攻撃力が、通常状態の 50%、1.5 倍だよ。これはなかなか強いと思うんだけど、どうでしょう。やっぱりね、無謀になると、リスクが結構でかいのよ。かなりでかい。攻撃力は 80% 上がるんだけども、HP が 60% も減少してしまうっていう、そういうのがあるので、この、リスクも特になく、攻撃力が 1.5 倍になる。これはなかなか使えると思うんだけどね。まあまあ、251だからね。ちょっと HP 管理は、気をつけていかなきゃいけないとは思うんですけども、まあ、そこもね、ライフブーストで補っていけるので、いいんではないでしょうか。まずは、脅威だったね。脅威です、まずは。ここは結構、キャプテン、居やすい場所だと思うので、どうだろうね。できれば、ちょっと面白い感じの変更点がついてくれれば、いいんですけど。あーでももうすでにポーションバリアの時間がわからなくなってる。これがほんと嫌なんだよね。今日ね、タワーの更新です。タワー更新なので、ここでなんかね、アップデートかなんかで修正してくれればいいけどね。ほんとこのね、左のエンチャントの表示、これはほんとバグが多い。わからなくなるのよ。このポーションバリアっていうのはね、時間がほんと重要になってくるんで、もう1秒過ぎれば、もうガッツリ食らって死んじゃうっていうことが多々あるんで、そのね、時間帯を表してくれてないっていうのは、相当辛い。よっしゃ、オッケー。危ねえ。死ぬとこ死ぬとこ。こっちはなしか。多分あとは洞窟の中だと思うんで、そこまで行きましょう。それでは洞窟着きました。こっからやね、敵が、キャプテンがいる場所っていうのは。どうでしょうか。ここに5体いればいいんだけども、頼むよ。オッケー、いいね。いる。どっちだ、上か。あ、上だな。いた。待ってました。オッケー。で、脅威がこれで2ですね。できれば神秘が良かったけども。あ、いや、いるな。固まらないで、固まらないでよ。オッケー、いる。
上に見えてる、上に見えてる。おっしゃ、オッケー。あぶねえ。なんすか。モブ速度が、あ、違う違う、プレイヤーダメージが 20% 減少するのか。いやいや大丈夫よ、こっち 50% アップしちゃってるからね。特に今のところは問題ない。まあまあ攻撃力がね下がっちゃってるんだけども、全然いける。 OK。 このね、今装備してる弓もねいいのよまあもらったやつだけどね、もらったやつですけども、いいね。やっぱね、いいやつなのよ。お見せしましょうか。弓これ。クールダウン編成プラスバーストボーストリング虚無ですね。弱体化もね、いいんだけど、虚無を当てると、こういう攻撃力を上げたいときに、もうすっごいいいのよ。むちゃくちゃダメージ入るようになるんで。虚無弓、そして、弱体化弓。これはね、一個ずつ持っておくと、いいっすね。俺も一応持ってるには持ってるのか、配れる分は。あぶね。でもショート棒なんだよね、ノーマルのショート棒なんだよ。できればパープルストームとか、まあまあ愛のスペル棒が一番いいかな。あれを持ってればよかったんですけども、それはちょっと持ってないんですよね。ちょっと古代狩りも最近回ってないのであれなんで、出るはずはないんですけども、なんか出したいよね。配れる分で、こういう攻撃力を底上げできる最高の弓みたいなの。出したいところですわ。あぶね。あ、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。あー、危ない危ない。もう、分かってた。分かってたよ。帯電までついてるってのは。分かってたんだけど、まあ、しゃあない。あー、これもう、あれだな。影化の時間すらもう見えなくなったか。もうそこまで来ちゃったか。できれば影化の時間とかね、そういうのは見れるようにしてほしかったよ。OK。あ、こっちいないな。こっちは多分いないけども、一応、チェックはしていきましょう。なんかあるかもしれないしね。ないわな。ないね。OK。あれね、HP 吸収系の、回復系のスキルがついてないんで、痛みはちょっと使いにくいね。減る。かなり減る。OK、行くぞ。しゃあ。強い。はい、神秘。なんだそれ、なんか、ふわふわなんだな。モブ HP が 30% 増加か。まあまあ大丈夫でしょう。あぶね。2、4、5。あ、じゃあ、あと2体か。いるかな。いてくれれば嬉しいけども、どうでしょうね。多分洞窟内はもういないと思います。外に出たところにいるかな。よっしゃー。じゃあ、最後。うわー、固まった。あぶね。いるかな。よし、 OK。 ちゃんとねポーションバリアを回復させてアイテムを回収に行く基本ですね。ここからが家があるゾーンですね。待ってくれるかな。あ、でもね、いいね、やっぱり攻撃力が上がってるっていうのがすごくいい。あ、まあ、トゲはね、ちょっと弱点に、あぶねえ、なりそうだけども、このね、あぶねえ、変更点で、ちょっと敵の HP が増えるとか、こっちの攻撃力が減るとか、そういうのに左右されにくいんで、それはちょっと、もうもうこれいないかもしんないな。もう多分ね、ここのゾーン抜ければ、あ、やば、ね、クリアなんだよね。
あ、やっぱりだ。キャプテンは、ちょっと2体、いなかったですね。でも、クリアすることはできました。よかった。死ななくてよかった。はい。ということで、今日はですね、もらいました装備、ミステリーアーマーの、攻撃力アップ、プラス 50% のやつだね。使ってみましたけども、いいね。やっぱり、この、納品の俺からしたら、攻撃力がゴリ上げされるやつって、すごく使いやすい。うん。で、しかも、HP が減らずに、上がるんで、いいね。で、さらに死んだ時にライフブーストで、HP が上がるっていうのも、すごく良かったです。後に連れる、うん、行くにつれて、安定感が増す感じで、ああ、良かったです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。